こんにちは、チャーリーです、今、はい、この冬の間にガイド艇をきれいにしていきたいと思います。去年ですね、ミキティとかに頼んで、ウッチーとか頼んで結構きれいにしてもらったんですけど、やっぱりこう、見かけだけじゃないけど表だけやってもどうしてもまた汚くなってしまうんで、つるちゃんに頼んで、なんてコーティング？コーティングじゃないか、塗る塗料を、クリア塗料を塗っていきたいと思います。でここのくすんでるとこが多分ピカピカになるはずです。そしてあのヘッドもあれ端にぶつけて上擦れちゃったんですけど、ヘッド自体も綺麗に塗装していきたいと思います。それとですね、何年かな、4、5年前にバス基地の店長の乗せてガイドしてたんですけど、途中ものすごいゲリラ豪雨が来て、どん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 水位が上がっていたんですよ。してバス基地の店長に、シェフに、もうこれやばい、もうスロープがなくなったら上げれんくなるけ帰りましょうって言って、ブワーって帰ってたら、テトラがこう、テトラの岬がいっぱいあるところがもう水中に沈んでたんですね、増水で。そこわけわかんなくてバーンって突っ込んで、ボーンって飛んで、ガーンってまたテトラのとこに落ちて、下にいっぱい傷があるんですよ。ちょっと向こう側か、そう、これゴリゴリに傷つけちゃったんで、まあずっと気になってたんですけど、つるちゃんがパテ埋めしてきれいに塗装してきれいにしてくれるということなんで、これも頼みたいと思います。それではつるちゃん、よろしくお願いします。頑張るじゃーん。はい、なんでそんな宇宙人みたいな格好してるんですか。粉が入らないように。なるほど。それパテですか。パテも。これでギザギザになった剪定を埋めていくわけですね。ギザギザになったら埋めていきます。素人なんで、あんまりうまくありません。なんかつるちゃん顔すごい顔になってますよ。ちょっともう一回見せてください。なんかゾンビみたいになってます。行ってきます。塗って遊びました。とりあえず。お、ここ一番汚かったところがピカピカになってますよ。とりあえず遊びで塗ったんで。ほう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 。これやばいな。どうですか。まあこんなもんよ。威張っちゃうなあんた。いやいや、俺が磨いた時もこんななって一回。一回ね。うん。あんたも数日にもこんなになってすぐ。なんで？あんた磨かないから、あんた拭かないから。聞きよったよ、音楽が汚いんです。拭いてねえし、全然。ダメな人。トレーラーまでピカピカにしてます。今、船全体をヤスリをかけて
マスキングテープして、コーティングの準備しております。今日は2日目です。鶴さん何日ぐらいで終わりそうですか？5日ぐらいかかりそうです。5日ぐらい。わかりました。お願いします。今日も頑張るじゃーん。2回目もうこんなにピカピカになっちゃいました。ゴムのところは変えてないんで、なんかもうこのさっきゴムがみすぼらしく思います。橋の下でこすりつけて傷が入ったカウルもパテ埋めしてきれいにしてもらってます。とにかく磨きます。ひたすら磨きます。ひたすら磨いてます。めんどくさいからスキップ。なんでわざわざ細い気持ち悪い。いつの間にかピッカピカピッカピカ。今からマジョーラですか？まだです。今掃除してます。掃除。わ。やってますか？はいはいはい、何ですか？説明してください。今回塗った塗装、はい、塗料ですね。はい、あのマジョーラ、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 はい、カメムシみたいなやつ、タマムシか。見る光の角度、はい、によって色が違うやつ。へえ、すげえ、本当だ。赤と金。へえ、これね、100均で買ったそうですよ。100均の塗料らしい。それはそうだね。すげえ、すげえね、うん、ピカピカ大作戦、大丈夫ですか？ピカピカ大作戦、大丈夫、大丈夫、はい、ピカピカ大作戦、はい、ツルツル大作戦、はい、はい、はい、ありがとう、はい。ちゃんのツルツル計画。ツルさん、それは何してるんですか？油分、シリコンオフで拭いてます。油分を飛ばすために。おう、めっちゃ綺麗に荒らされてますね。命のロイ、これは大変だ。昨日の宇宙人じゃないですよ。匂いを吸い込まんためにしてるんですか？はい、体に悪いんで。似合ってます。2日目、お疲れ様です。お疲れ様です。
めっちゃピカピカになってるじゃないですか。いやでもところどころ垂れてるから、こういうところ。これ今から磨きかける。これ乾いてから磨きかけます。はあ、すごい。ここの黒もピカピカになりましたね。そしてエンジンカウルもやば、うわすげえピカピカや。買った時よりピカピカやこれ。じゃあ最後の仕上げ楽しみにしてます。はい、3日目。おはようございます。おはようございます。めちゃめちゃなんか微妙なことしてますね。垂れたやつ直してます。おお。微調整して最後に磨き上げるみたいな感じですか。はい、3日目です。3日目です。よろしくお願いします。お願いします。ついでに、僕の車のこのライトもライトのくすみも取ってくれるそうです。取ります。お願いします。取ります。これです。多分そうと思うけど、すごいですね。一吹きでそんな綺麗なと今。いや、これは脱脂してます。おすごいですね、やっぱり。車が新しく見えます。え？うわ、デッキから洗浄中です。車内です。ありがとうございました、今回は。終わりました、ありがとうございました。トレーラーもピカピカに、壊れかけてたジャッキも付け替えて、ここは洗剤でデッキ洗ってピカピカです。ここのもうちょっとボケてた白くなってた黒いところもクリアってですね。ピカピカです。反射してます。反射して、うお、僕が映ってますね。エンジンカウル、特にこことかやばいっす。やっぱりあの 新兵器のあのエアのブンブンブンっていうのが良かったんですかね。コンプレッサーがないそうです。これがあったんでだいぶ助かりました。助かりましたね。はい。今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではちょっとバイナラって言ってください。せーの、バイナラ。動画視聴ありがとうございました。最新動画関連動画はこちらから、視聴者登録はこちらから、グッドボタンもよろしくね。せーの、バイ、ダラ。